はい、皆様こんにちは、シュッピです。 J リーグウィニングイレブンタクティクス、早速続きをプレイしていきたいと思います。はい、今回はファーストステージ第6節、鹿島アントラーズ戦ですね。アントラーズ強いんだよな、勝てるかな。アントラーズのスタメンはご覧のようになっています。左サイドを中心に攻めてくるようですが、右サイド奈良橋もオーバーラップの設定になってますね。右サイドも十分に気をつけないといけないですね。おそらくキープレイヤーは小笠原設定してくるんじゃないでしょうか。さらに両サイドバックがマンマークついてますね。何度目だこれ見るの。大岩がトゥットのマーク、秋田が沢登りのマークに来ますね。登りさん辛いだろうな。秋田最強ディフェンダーの一角だもんな。エスパルスの方の戦術は大体いつも通りですね。エウレルは森岡がマンマーク。エウレルはそんなに高さがないんでね。で、高さのある平瀬には中澤がマンマークといった形をとっていきます。さあ、前半のキックオフです。さあ、この試合はね、鹿島アントラーズなんで、かなりの苦戦が予想されますよね。うまいこと崩していってくれるといいんですけれども。さあ市川、おっとセンタリング、お、のぼりさんにか。ゴールラインを割ってしまった。まあまあまあ、先生のねびっくりさせたってことで。奈良橋前に出す。元山、さあ元山から、おっとかわされたぞ。しっかり追いかけて。5分経過。さあ小笠原、ワン、ツー、甘い。サントス、しっかり守り来た。さあ登りさん繋いで、沢登り前方へ。ケイスケ無理に仕掛けなくてもいいぞ。とっとっと、今のはファールに見えましたがどうでしょうか。さあ秋田さん、ちょっとかわして、じゃあ、おっとセンタリング。ああ、もうしっかりね、サントスがしっかりオーバーラップしてくれたところをパス出したいところ。ウル、怖い怖い、ちょっと待って、ちょっと待って、焦って焦って焦って、よし、中澤よくしのいだ。10分過ぎました。さあ出る、右サイドに送ります。トゥット上がろうか、上がって上がって、トゥット最後の撃。よっしゃ、よっしゃ、いい感じ。見事な体の入れ方だったね。いけ、トゥット。でもね、トゥットじゃなくてケイスケだったら高さでは負けなかったと思うんですけど。上げて、レッツゴー。さあ岡山、サントス、パスが通ればチャンス。いいぞ、のぼりさん、バーサイド、あー、うん、なかなかいいじゃないか。センターに戻します。岡山前、さあのぼりさん空いてるよ。サントス前、いいぞいいぞ。いいね、のぼりさん今日なんか切れてない。違う、探すよりも今上げてもよかったのでは。ニアポスト、これが通れば面白いです。のぼりさん、よし、そのプレーなんかよくゴール前、いいね、なんかのぼりさんよくその切り返し見せてくれるけど。小笠原縦に出します。20分経過しました。ああ、相馬さんとか奈良橋さんとか左へ、すごいなんか胸が熱くなりますね。左へ前に送って、さあフェルナンド、おっとプレスをかけないと。市川、ボールの場所にチェックが入ります。元山、おっしゃー、潰した、いいぞ。ちょっと無理に仕掛けないで、市川が、ああああうっとー、ああるでしょう。相馬前、なんというカミソリタックル。前半25分、相手の様子を伺います。清水、前を向かせません。いいぞ、サントス、サント、よく考えたらサントスなぜ右サイドに。左へ、あ、うん、カットされた。ちょっとパス雑だったね。ケアしないと、ちょっと誰か前コースくっつぶせよ。シャーを与えます。さあ平瀬、平瀬も結構怖いんだよな。うい、はい、よい。岡山、前にボールを送る。うん、もったいない。中田浩二、前へ。ありがとうございます。前半30分過ぎました。よし、いいぞ、中澤。ちょっと落として。ちょっと。うん。それは明らかにファウルだな。あ、しかも。しかも、イエローです。
見る角度によっては危険行為に捉えられたかもしれませんね。いや見る角度によってはじゃないんじゃないかな今のは。ほらドストレートだよ。元山前方にフィード。ボールがなういじゃ来い。打たせちゃダメよ。出して。守り切った。フェルナンド。うんうんうん。カッカッとしたのにまた取られてはいけませんね。本当だよね。伊藤縦に出して。つながりません。サポートがもう少し欲しいですね。フェルナンド左へパスを通します。おっとこれを前。前半35分をすでに過ぎました。さっきまでしっかりボール持ってたんですけど、伊藤持たれるようになってますね。繋いで、お、さあ上りさん。上りさんサントス待ってもいいんじゃないか。巧みなボールコントロール。開けちゃい。さっきと同じようなケイスケ。さすがにいくらケイスケでもね、高さがあって手が使える曽我畑には勝てないですよね。よしテルナイスだ。激しい奪い合い。伊藤、うわ抜かれた。うん、いやまあ個人的にはね、個人的にはテルが。ケイスケにスルーパスを出すイメージも見えたんですけど、追いついた。さっきと同じようなボール、うん、なんかケイスケの頭を通り越すようなセンタリングが多いような、もしくはケイスケを無視したようなパス回しが見られるような、気のせいだよねみんなね。自由にさせません。ダメだよファールは。前にボールを送る。キラセにょっこいしゃい。エグリア非常にタイトなディフェンスね。やばい位置でフリーキック当たるのもね、向こう小笠原いるからね、怖いんだよな。ボールは中央。小笠原もね、中田や俊介のね、全然劣らない司令塔なんで。打った、あ、いやいや打った。おナイスクリア。コーナーもらいいと思ったんだけど。沢登り。さあここでサントスボールキープ。あサントス前半戦終了。前半微妙だったな。まあまあまあ悪くはなかったんでしょうけども。後半始まりました。さあ後半でね、なんとか点動かしていきたいところです。先制点取れればまあね、うち守りは硬いんでなんとかなると思うんですけど。逆サイドのスペースを使う。すごい揺さぶりをかけてきましたね。キラセ縦に出します。サントス、サントス逃がさないでね、逃がさないでね、小笠原怖いから。ちょっと待って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 、うおしゃい、嘘でしょ、ちょっと、まあうちその跳ね返すのに定評があるメンバー揃えてるんだから、高さで負けないでよ、ヘディング打たせないでちょうだい。フェルナンド前に送って後半5分。怖い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 。小笠原前方へ。さあ当たって。ここから打ってきた。最後はエウロ。シュートは外れました。しびれを切らせて。ドッコーン。当て損なった感じかな。ヘッドで落として。左へパスを通す。当たっていいぞーテル。伊藤味方を、おっとここでロングボール。とっとっとっと、つながるか、広い。これは危険行為とみなされました。ボールとしては面白かったような気もするんだけど。大井は前方にフィード。小笠原こういうボールね、見事に拾えたらいいんだけどな。マークにつかないと。強烈なスライド、再び取り返す。さあ元山逃がすな。スライディングクリア。さあ相馬さん当たれ、森岡。ヘッドでクリア。よくよく考えたらね、森岡もあれですよね、もともと鹿島だったんですよね。ちょっと待ってごめん、嘘でしょ、嘘。ちょっと、もう何回エウレルにやられてんの。ちょい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 。あ、思わずごめん、思わずスキップしちゃった。清水、1点を追う格好になりました。ね、ダメよね。ついついスキップしちゃうとかね。前、コース空いてますよ。あ、しかし、沢登り、大丈夫か？前半も1本しか打てなかったからな。
後半15分ボールは中央へ左へパス。まあ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 気持ちを切り替えてまだ時間があるからとりあえず同点にすれば勝ち点は取れる。あー押し上げが足りない。ビンソン縦、ビンソン縦に出します。上り3に使って左サイドに置く。サントス上がれ、サントス上がれ。上りさんスルーパスいけるぞ。ケイスケ、ケイスケ、出た。ケイ、うおーい、マジですか、すごい、素晴らしい、いいぞケイスケ。これ上りさん、もう見えてるところが全然違う。上りさん、あとケイスケ、もう落ち着いてたな。おい、よし、いいぞ、まだ時間十分あるね。面白い展開になってきました。いやいやいや、後半20分経過。まあね、アントラーズにやられたのは事故だけど、うちがね決めたのは必然です、多分。ここでインターセプト。さあそろそろスタミナもねちょっと気になってくるんで、交代も視野に入れながらやっていきたいんですけれども。来た、スローイン。ああどうしよう、交代とりあえず見てみようかな。選手の交代が行われています。まあ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 、スタミナが減ったもんから、ちょっとね交代しようかどうか少し悩んだんですけどね。中田浩二、まあ、ちょっとフレッシュな感じで使っていこうかなと思いました。振り回します。まあね、アントラーズのスタミナもねだいぶ減ってると思うんで。元山、左へパスを通します。左、そうね、センタリングからねやられてるんで。さあケイスケいいぞ。今のはどうでしょうか。これは試合を止めてもいいんじゃないですか。しかしカット、太田タックル。ああシーケイスケ、秋田、おっとちょっとアドバンテージか。今の危なかったぞ、このカード出たらお前退場だからな。壁パス、伊藤卓越した。さあテル、もうちょっとフォロー動いてよ、みんな棒立ちしてないでさ。おっといいところもらいましたよ、ここ上りさん欲しかったけれど。テル信じるぞ、テル行け、打ってきた。うおシャディや、おお惜しい、見てこれ、うーん清水、さ惜しかった。さあテル、ここからリゾン上げて、ここで なぜ低いの。岡山パス、もう出して出して出して。岡山素晴らしいコントロール。岡山どうする、どうする、一気に先制。あげ打て、嘘入った、おっしゃー、もうマジで決まった、おーい、おーさえマジか、すげえぞ。岡山どうしたんだろうと思ったら、しかも左足で今クロス上げたよね。岡山、おほう、これはちょっとあれよ岡山、もうちょっとあまりにもちょっといけてる姿を見せてくれたんで、これおすすめ選手列伝岡山は出してあげるといかんね。実際おすすめできる選手だもんね。ちょっとしっかり防ごうね、ここね、上げさせちゃダメって。は嘘、え、何今何が起こった。全くこれは痛い、おい、ちょっと待って、一つ息をして助走を、あーし、あー終わった、ちょっと、おい、何やってんの本当に。その前にあのファールのシーンもう一回見たいよね。なん、あれ何今の。もう一度流れを引き戻せるのか。もう前に送って、そこファールする必要なかったじゃん。巧みなボール、でもまだ時間はちょっとあるから、既に試合時間は85分が経過しています。ちょっとしっかり追いかけないよ。エウレ、当たってよし、とりあえずつなごう、とりあえずつなごう。森岡前方へ、いい展開だ。
チーケイスケ、高い位置取っといて。チーケイスケ。ちょっとここ来いよ。岡山。時間ないよ。時間ないよ。前。森岡、ハテに出します。ああ、もう何やってんだ。元山。じっくりとパス回し。よし。ちょっと出して。ロスタイム。チーケイスケ、高いところ取っててって言ってるじゃん。ああ、もう残り3層も使ってくればよかった。元山、前に送って。小笠原。さあ、カウンター。中澤。いや、別に、チーケイスケが悪いわけじゃないんだけど。試合でしたが、引き分けに終わりました。もう、もう、キャプテンマーク巻いてるよ。チーケイスケが上りさんと交代したんだもんな、当然か。そこら辺ちゃんと変えてない俺が悪いよね。大変残念ですが、そろそろお別れの時間です。本日の解説はめっちゃへこむ。あ、結局シュート数も結構打たれてんな。どうもありがとうございました。まあケイスケ2点取ったからな。あー、勝てた試合だったな。でもなんか結果だけ見るとちょっとな。あー、うん、反省点もいろいろあるな。他の会場の試合結果はご覧のようになっています。あ、グランパスと同率で1位にはいるんですけれども、初失点ですね。2失点。まあ、前節のねマリノス戦で失点したような夢も見たんですけれども、あれはまあ夢だったんでよかったです。まあ、今回が初失点、さすがアントラーズですね。さあ、今節でね、2点を取ったケイスケが2位以下をちょっと引き離しましたね。これはいい感じです。アシストランキングの方はまだまだ混戦なんですけれども、今節またね、ワンアシスト、見事なスルーパスを決めてくれた登さんが同率1位の方に上がっています。この後もどんな展開になっていくのか楽しみですね。はい、では今回はここまでになります。この後はおすすめ選手列伝のコーナーになります。はい、おすすめ選手列伝第4回目ですね。本編でも中盤の潰し役として活躍している岡山和成です。岡山は初年度では J2 の川崎フロンターレに所属しているセンターバックです。本編の方ではね、ボランチで無理やり起用しているだけで、岡山にはねボランチの適性ないんですよね。結構ミッドフィルダーの適性持ってません。私の戦術としてはですね、中盤の底アンカーの位置には身長が高くてジャンプ力が高いっていう選手を置きたいんですよ。まあ、それで理想的な能力になっている岡山を無理やりそこにコンバートして使ってる感じなんですけれども、エスパルスにもね鶴見がいるので、ボランチ身長185センチ、悪くないんですよ、悪くないんですけれども、鶴見は連携が低いっていう弱点と、あとジャンプ力もそんなに高くないんですよね。あと鶴見にはスタミナが低いっていう致命的な弱点があるんですよ。すぐに選手交代の対象になってしまうので、戦術としてちょっと使いづらいんですよね。しかしまあ、その鶴見にもね、中盤の選手らしく、パス能力が高いとかね、あと、身長の高さと、あと、ヘディングが上手というね、特徴もあるので、いい選手ではあるんですよね。ちょっと鶴見の紹介になってますね。岡山の方に戻りたいと思います。岡山をセンターバックで起用した場合、プレイスタイルは画面見ての通り、なんかどちらかというと平均的な、まあ、センターバックとしてどんなことでもまあ対応できますよという能力にはなっています。岡山の特徴は何といってもその187センチの高さとジャンプ力の数値ですよね。これがあるので岡山は高さ負けまずしない選手になってます。岡山はね、その高さが売りっていうのを持った上で、なんとセンターバックでありながらセンターフォワードの適性も持ってるところなんですよね。はい、画面変わってこちら、岡山をセンターフォワードで起用した時のプレイスタイルになっています。元がね、センターバックというだけあって、チェイシングが S。この選手なかなかいないですよ。前線からガンガンプレッシャーをかけていきたいっていうチームにはうってつけの選手だと思います。初年度からね、すぐに移籍させることができるので、非常にお買い得な選手だと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。